はい、どうもカリエです。悪魔ホムラリベンジしようと思います。いや正直でもあんまりちょっと気が乗ってないんだよな。なんかもう出ねえような気してきた。どんどんあのなんかねちょっと予想を見てたんですよ。あの他の方の動画とか多分出るかなと思いながら悪魔ホムラを引くスクラッチとかを見てたんですよ。ちょっと他の方のね、なんか結構な量を投資してて全然出てない人がいたんで、正直出ない気しかしない。なんでまあニセコイの時ほどじゃないけど、まあ今ここにあるチップ分だけ本当に分回してやっていこうと思います。ほっと出る気があんまりしないんだけど、でも9連、4回できんのかな。この9連4回にかけて悪魔ホムラ出したいと思います。出る気がしねえな。どっかで単発交えてもいいけどな。まあでも行こう、行きます。これで9連お願いします。お、2個、ここで2個。あーもうないかな。あーちげー。もうちょっと右に傾いててくれたらな。絵柄的にね。まあまあでも虹は出てたんですね。虹はね、いきます。キュレン、いやー怖ー。いきますね。オール金だけはやめてくれよ。いっこさあ動い、うん、おっ、きった。あ、音出てない、画像出てない。よいしょ。あーよかった。早めに出た。意外と早めに出た。よかったぜ。よかった。じゃあリベンジしててよかったんだね。はい、ということで悪魔ホムラです。進化はしないですね。コストが30の人間魔物なんですね。人間ついてるのだけでかなりいいよね。で、味方の魔物族ユニットのヒットポイントが3倍、攻撃力が 2.5 倍になります。アクティブスキルがこれもまたちょっと強いですね。この瞬間を待っていた2ターンの間、味方の魔物族ユニットの攻撃力が 2.0 倍。2ターンの間ですかね。結構いいですね。カルネアデスと一緒かな、似たような感じかな。再生進化したカルネアデスの、アクティブスキルとちょっと似てますね。でノーマルスキルが1パネ攻撃ですね。1パネで中ダメージですからね。1パネ中ダメージは今までで言うとブラックブレッドコラボのエンジュしか出てなかったんですけども、闇属性では初めてですね。でこれこそ人間の感情の極み、全体に闇属性の絶対ダメージ4パネで、ほう、ノーマルスキルとかはだいぶ優秀な方ですね。アクティブスキルもだいぶいい。ただリーダースキルがねちょっと魔物族に絞られるんで、まあどういう感じでパーティー組むかっていうのはこれからちょっとこれから考察していかないといけないですね。いやー出たか、出てくれたか。しかもこの真ん中一発、真ん中で出てきてくれたね、一個だけで。いやありがてえ。まだ早い方じゃねえかな。なかなかね、いい感じでチップも残ってた。はい、というわけなんで、見事、リベンジ大成功ということなんで、これで終わりたいと思います。いやー、よかった。結構ね、他の方の動画見た感じだと全然出てなかったから、正直ほんと怖かったんですよ、この動画出すの。なんとか、なんとか出ました。ありがとうございました。ということなんで、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
お疲れさんでした。バイバイ。